リボンナポリンリボンナポリンアクアクリアリボンナポリンとはポッカサッポロフードビバレッジが販売する炭酸飲料であるリボンシトロンの姉妹品で北海道で1911年から販売されている商品であるオレンジ色であるが無果汁でパプリカ色素が使われている1911年旧大日本ビールにより生み出される戦争で急売りとなるが 戦後から数年の1954年に発売再開。その時より北海道限定となる。発売当時はブラッドオレンジを原料に使用していたので地中海を代表する果実ということで地中海に面したイタリア共和国の都市ナポリにちなんでナポリンと命名したという。リボンナポリンは現在北海道限定品として販売されており他の地域では 北海道のアンテナショップや北海道物産店等のイベント以外では滅多に見かけることはない。しかし以前より首都圏のスーパーで進出規模的に通常の炭酸飲料として販売されていることもある。もちろん通信販売で手に入れることが可能である。2011年5月23日に発売100周年を迎えた。ありがとうございます。